はい、ただいまですね、まあ、何年か前に来た前田岬にね、到着したんですけども、まあ、ちょっと天候がさっきまで悪かったんで遊泳禁止になっておりますので、まあ、ダイビングや、ね、シュノーケリングも今できない状態になってしまっております。まあ、天候波がね回復すれば入りたいと思うんですが、今現在はダメという状況です。こう見るとねそんなに波ないんだけどね。でもこう見るともうすでに入ってる人たちはいるんですね。さっきね遊泳禁止の立て札が立ったばっかりなんで、まあ、こう戻ってきた人たちはですね普通にいると。でああいうボートに乗ってる人たちはあのプロの人たちなんで、状況を見てですね青の洞窟に入って行ける人たちということになるんじゃないかと思います。こうね距離があるんですよね、ここからね青の洞窟まで、まあ、多分見えないかな今向こうの方に、ちょっと岩陰になっている方だとは思うんですけど、結構泳いでいったイメージがあります。前ねはい、私今ですね沖縄のアメリカンビレッジに来ております。初めて来たんだけどさ、こんなんでいいの？すっげえな、本当に日本にいるとは思えない。沖縄にこんなとこあったの？なんで今まで見逃してたんだろうっていうぐらいすごい素晴らしいですね。こんなんですよ。これみんなレストランとかなんかな。すげえ。うわー最高やねこれ、すごいね。